ばんは。おめかししてるって何ですか？おめかししてるって言われた。いつもしてるよ。こんばんは。なんかテロップ書きたいんだけど、なんかうまく打てなくて、うまく打てなくて。ありがとう、評価コメントありがとう。あ、ブログありがとう。ブログ出しました。いつもとなんか雰囲気違う。むくんでるから、むくんでるからか、あの髪の毛を結構うちにグインって入れたから、髪の毛短い時みたいになってる。ほら、うちにギュインって入れたからかな。こんばんは、収穫おめでとう。思いを手紙にしようかな。待ってます、お手紙待ってるにょん。こんばんは、こんばんは。うちにギュイーンってしてるのかな、それが違うかも。こんばんは。あ、涙袋は成長してるよ泣いたらね。今日コメントありがとう、2回目のお手紙待ってるよん、待ってるよん。こんばんは、ピカピカもありがとう。本当に確かになんか今日ちょっと違うかもね。なんだろうね、むくんでるから。今日も天才的、ありがとうみんなありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、中身変わってないね何も変わってない、中身は変わってない、中身は変わってない。そろそろ本当にお手紙書かなきゃ、ビーサー買ってあるんで。それはもったいないよ。だからロールケーキが冷蔵庫にあるのに食べないみたいな感じだよね。こんばんは、お手紙書いてみたいけど、どんなこと書いたらいいんだろう。何でもいいですよ、割と何でもいい。ただなんか私との出会いとか、私の好きなところとか書いてくれたらめっちゃ嬉しいかな。でも全然何でも嬉しいです、何でも嬉しい。全然何枚っていうか、多ければ多いほど嬉しいっていうか、なんかちょっとなんかね、なんていうの、多ければ多いほど嬉しいってわけではないけど、多ければ多いほど嬉しいよなんかそんないっぱい書けって言ってるんじゃないけど、あの多ければ多いほど嬉しいです。こんばんは、こんばんは、コメントありがとうございます。こんばんは、君に手紙を。気持ちは近いよ気持ちが近い。ね、なんか昨日さ、そこまで頭がいかなかったんですけどね、本当にね、ツアーなんて初めてですから、私北海道に行けるなんて、札幌に行けるなんてね、すごいことですよ。かわいい、ありがとう、ありがとう。時間がない公園大好き、サラもめっちゃ好きです。こんばんは、カニ食べよう、カニね、食べたい、カニ。こ
こんばんは。こんばんは。お買い出しはいけるね。めっちゃ楽しみです。楽しみ。ジェンガの次ぐらいに楽しみ。コナンの映画に北海道出てくるの？そうなの？こんばんは。ね、時間がない声も楽しみだね。女の子の第6巻と万華鏡しかさ、ユニットやったことないからさ、なんか不思議な気持ちです。今日はもう完全にお休みなので、もう10時に起きて4時から6時ぐらいもう寝てた寝てた寝てました。それぐらいもうぐっすり、2時ぐらいまでは寝れなかったんだけど、あ、1時ぐらい、2時ぐらいかぐらいまでは 寝れなかったっていうか、寝なかったっていうか、もう目、泣きすぎて目が痛くて寝れなくて寝れなくて、でも今も寝たい。ほら、もうなんか最近常に充血してるっていうのもあるしさ、なんか完全にさ、ほら赤いんだよね、ずっと。明日までに治ってればいいんだけどね。明日は制服の目公演です。制服の目公演ね、なんかね制服の目公演だそうだ、制服の目公演だな。明日はそう、眼科行くんだけどね。そう、眼科行くんだけど、でもこっちの眼科わかんなくて、ちょっと今調べて、みんなにでも黄砂なんじゃないって言われる。さつきちゃんとかれなとかもうめちゃくちゃあからさまに赤いから、昨日だっけ、制服の目やったのって。やばい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 、昨日だよね、制服の目やったのの時も、もうずっと赤くて、でも DMM には多分映ってない、そんなバレてないんだけど、ずっと赤くてみんなに大丈夫、黄砂じゃないって言われました。こんばんは。こんばんは。ね、なんか昨日って何だったんだろう昨日って何だったんだろうなみたいな感じです。もう昨日って何だったんだろうなみたいな感じです。もう昨日が半年前ぐらいに感じる。ね、嬉しい。でも昇格とかさ、知る前からさ、本当にさ、めちゃくちゃ
も多分昇格って知る前ん知ってから買ってくれた人で完売した感じ。ありがとう。本当にあとちょっとだったんだよね。よかった。そうブログにも書いたんですけどめちゃくちゃ後ろにいたからねめちゃくちゃ後ろにいた。危ない、危なかった、すいません。あら、ありがとう。あ、普通に一回閉じました、ごめんなさい。こんばんは。なんか私の家 Wi-Fi 弱い家みたいになってるんですよねWi-Fi 弱い家みたいな印象ついてる。こんばんは。前髪切ってないよ。切ってない、伸びた。なんか19に前髪切ったら切りすぎちゃって短すぎて、で20日のリハの時にココアちゃんとあとみくるさんと3人で話してた時にみくるさんに、あ違う、ココアちゃんに「え、前髪短くない?」って言われて言われて、みくるさんが「え、ね、思った、触れない方がいいかと思った」って言われて。前髪が笑うともうおんまゆになっちゃって困ってたんですけど、いい感じに伸びました。ちょっとみくるさんに気を使わせてしまったんですよね、おんまゆに。なんかめっちゃ笑ってたらおんまゆになってたらしくておんまゆになってたみたいで、なんか普通にしてると、普通にしててDMM とかに映るときは割といい感じの前髪だったんだけど、普段生活する分にはちょっと短すぎたんですよ。びっくりしちゃったよね。こんばんは。こんばんは。いや、あんまり似合わないんですよ。あんまり似合わないんですよ。ね、みくるさん優しい。みくるさんめっちゃ優しい。サラが K2に来てくれて嬉しいって言ってるな。吉報だから嬉しい。ありがとう。こんばんは。今日はなんかいい感じじゃない？結構伸びたのかな。なんかこうやってこう、この状態で切るとなんかね、前髪ってさ、ここら辺がね長くなりがちなの、真ん中ゾーン、ここ短、ここ真ん中、ここ短になりがちなの分かりますか、女の子たちでもいい感じじゃない、まっすぐじゃない、今日まっすぐでしょ。おめでとう、ありがとう。こんばんは。わかる、わかんないだろ、絶対わかんない人混ざってる。わかるよね。そう、女の子たちはわかるはずなんだよね こんばんは。今いい感じ。なんか美容室で前髪切ってもらったりすると割とあのピシッて揃う、こんぐらい
ちゃんと前髪専用の美容室行くと揃う。前髪専用じゃない美容室で前髪切ってもらうと短くなる。これがオチですね。こんばんは。ですよ、今日偉い話聞いてもらっていいですかね。偉い話があるんですけど、なんかもう前髪特化みたいな、もう前髪に特化した美容室みたいなとこあるんですけど、どこにでも最近はあると思います、あるんですけど、前髪だけ切りに行ったりするとあれなんですよ。そう、偉い日あるの聞く聞く。今日さ、お菓子食べてないんだよね。偉くない？え、偉いって名古屋弁なの？偉いねとか言わない？てか千葉ってさ、日本でさ、千葉ってさ、日本でさ6番目にさ人口多いんだね。別に話したかったわけじゃないお菓子食べてないの偉いよね。偉すぎでしょ。え、本当に偉いと思う。あ、違う意味？違う、いい子みたいな本の偉いですね。いや、すごいなと思って。結構なんかちょっとなんか昨日のことがあって、なんか浮かれ気味なの今。浮かれ気味になっちゃってるから、こう今日も「えお昼ご飯ちょっとどっか食べに行っちゃおうかな、ご褒美に」みたいな感じになりかけたんだけど、いやダメだ、サラそれはダメだと思ってダメだよって、そんなよくないよ、浮かれてちゃダメだよみたいな、これからだよっていうね。なんかちゃんとお昼ご飯もお家で作って食べました。何食べたっけ、あれお昼ご飯何食べたっけ。ハンバーグ食べたんですよ。ちょっとお昼ご飯何食べたか忘れちゃった天使のサーちゃんと悪魔のサーちゃんがそうなんだよね。そうなの。あ、贅沢しちゃダメだよね。ここでね、贅沢したらダメだよね。と思ってしっかり自炊したんですけど、本当に何食べたか思い出せない。はじめまして。守りたいこの笑顔ありがとう。昇格おめでとうございます。ありがとうございます。え、何食べたんだろう。いや、こんなに思い出せないことある？お昼ご飯何食べたかわからないんだけど。いや、ラーメンじゃない、焼きそばじゃない、チャーハンじゃない、なんでだろう。めっちゃ思い出したいのに全然思い出せない。気持ち悪いのなんかよく覚えてるね。夜ご飯何だったか覚えてるのすごくない？鋭い感じ？本当？ありがとう。ジェラシー褒めてくれてありがとう。
え、でも昨日はジェラシーっていうか全体的に楽しかった。本当に全体的に楽しかったです。公演が。ご褒美に食べたらいいのに。え、明日ねココアちゃんとねお昼ご飯食べに行けるかも多分。ショールームだと柔らかい感じなんです。鋭いですよ鋭いですよ。もうナイフのように鋭いです。いや絶対食べたんですよ。結構なんかしっかり食べた気がするんですけど、何食べたんだろう。昨日楽しかった、よかった。いやなんか普通にあの私の立ち位置からだとあのアンズさんのペンライトしか見えなくて、あ教えしたんだと思っちゃってびっくりしちゃったんですけど持ってましたね。どうもありがとう。え多分いける、もういける感じでしょ。ココアちゃん違うの、ココアちゃん話したいこともいっぱいあるしさ、でもココアちゃんと話してるとさ永遠に話出てくるから。こんばんは、どうもありがとう。なんか今のうちにあのあと1ヶ月しかないから今のうちに本当に12期のみんなと仲良くしたい本当仲良くしたい。なんかね一旦お別れみたいな感じじゃん。だからなんかちゃんとさ思い出作りたい。こんばんは。ね、え、そうアンダー終わりのさココアちゃんとの配信とかさなんかできなくなるのかなと思うとさね、しんどいね。ココアちゃんね一緒に配信するのルーティーンだったんだけど。12日の座りツーショットメガネ選択性が嬉しい。そうなんだよ、メガネつけてもいいからねメガネつけてもいいからね。え、そうでもさみゆちゃんさあの体調崩してたからさ行けなかったんだけどさ、みゆちゃんもさ学校始まっちゃってるからさなかなか行けなくなっちゃってさ2人でさ困ったねって話してんの。困ったねって。次夏休みじゃんね。でも夏休みのレゴランドきつそうだよね。暑いよね絶対。やだなこんばんは、こんばんは。ね、でもツアーはさ12期はさ関係ないのかな、どうなんだろうね。なんか一緒にさ行きたいよね。こんばんは。そうなんですよ、夏外出たくないんですよ基本的に。基本的にはい、夏以外にも別に出たくないんですけど外は。こんばんは。メガネかけないスタイルで基本は行くけどメガネも用意するよってことですね。何も言わなかったらメガネかけないです。メガネメガネしてって言われたらするよっていう。そうなんだ、ツアーはあれなんだ、研究生関係ない感じなんだ。こんばんは。そう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 、いつもしまうポケットにね。あとありがとう。メガネをポッケにしまう姿が好き。何その絶妙なの
さんが交通費出せば来てくれるんじゃない。超難しいかもちょっと難しいかも、交通費な、難しいな眼鏡好きってあんま言われたことないから嬉しい。自分でもあんま好きじゃないからね。でも眼鏡さん、どこに売ってるかもわかんないんだけどさ、できれば本番のに近いやつがいいよね。でも本番もさ、あの眼鏡ってさ、いろんな形あるよね。なんかこういうさ、四角めのやつとさ、細めのやつあるよね本番で。私だいたい細めのやつが置かれてるんですけど、ランダムだよね多分。メガネのありなし取るには最低2枚は必要やなんてこと。そうなんだよね。なんか基本的にさね、2枚必要なんだよね当たり前のようにドキがムネムネすんだ、実感湧いてきた。湧かないですね湧かないです、ごめんなさい。本当に本当にね、湧かないです。正直しばらくはなんかアンダーみたいな気分でいるんじゃないかって思います。なんか本当に実感湧かないですね。どうもありがとう。あ、そうなの。じゃあ丸メガネの方がいいんじゃん。でもちょっと似合わないんだよ、何も似合わないんだよ。こんばんは、フォローありがとう。でも本当にツアー楽しみ。なんか本当になんかアイドルって感じするよね、ツアーなんてね。普通に人生過ごしてたらツアーなんてしないからね。まあそうなんですよね。まあね、高畑さんの卒業公演に、まあ、アンダーとして出ることが叶わなくなってしまったんですけど、でもまあ嬉しいことですからね昇格は。なんだろう、見に行けたらいいな見に行きたい。出るって夢は叶わないけど見に行きたい。いや、お会いしたことないですね。おしありがとう、どうもありがとう。でも高畑さんとこうお話した時に、制服の上公演を見に行くって言ってるのに行けてないよねみたいな感じで言ってくださって、絶対行くからねって言ってくださったから、もう私は嬉しいです。ぜひ来てください。こんばんは、いや本当にね。でもなんかそうやってさ、なんかね、別にさ見に来なくてもいいわけじゃないですか、お忙しいのに。なのにそうやって言ってくださるだけで嬉しいです本当に。だって自分がさ、ステージをさ見る側だった方にさ、自分のステージ見てもらうなんてさ、素晴らしくないですか。素晴らしいですよね本当に。こんばんは、こんばんは。
こんばんは。なんかお家にあったリンゴジュース飲み切っちゃってちょっと困ってる。どうでもよ。どうでもよくない。いや本当にさ、佐田小学と完売おめでとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。来てくれるのかにゃ。いちごミルク買ってきな。え、やばい、なんかいちごミルクの存在忘れてたんですけど私。そうだ、最近いちごミルクがコンビニから消え去ってる件について討論しませんか。あ、別に討論することはないんですけど、あのいちごミルクがコンビニから消え去ってきてるんですよ。気づきました皆さん。なんかなくなってるんですよ、結構結構なくなってて、いやもうその陳列棚のもうそのいちごミルクの部分がなんか別の飲み物にも変わっちゃってるんですよ。だからいよいよ本格的にネットで箱買いする時が来てしまったかもしれない。でもなんかね、意外と今忘れてたから、いちごミルクって言われなかったら別に飲まないでも生きていけるのか。じゃあこうブーブーでさ、こう毎日のように飲んでるともう必要必要もう必要必要だよーみたいな感じだけど、一回忘れちゃうと意外といけるのかもしれない。箱買いしたら1日1本飲んじゃうよね。え、わかる、そうなんだよね。20本入りとか買ったらさ、そんな20日でなくなるよね。それを考えるとまだ一回一回買ってる方があれなのかな。ポッコありがとう。でも昨日の朝こうコンビニでパンとなんか元気が出るみたいな飲み物買おうとしたんですよ。元気が出るみたいな。あ、そうなの、元気が出るみたいな飲み物買おうとしたら、なんかめっちゃ寝ぼけてたのか知らないんですけど、間違えて隣のカフェオレを買っちゃって、でそう、隣のカフェオレをなんかわかんないんですけど買っちゃってて、でこうもう移動中に飲もうと思ったらカフェオレでやばってなって、ココちゃんにやばい、サラカフェオレ間違えて買っちゃったって連絡したら、なんかなんて言ってたんだっけ。でもその後会った後にそのカフェオレは甘いやつだよって言われて飲んでみたら甘かった。でもカフェオレはなんか苦いイメージがあったんですけど甘かった。もうほぼコーヒー牛乳みたいな感じだった。なんかエナジードリンクじゃなくてなんか元気出るみたいな、なんだっけな、なんかこうヤクルトとかそこら辺のなんか乳酸菌飲料ゾーンのカフェオレの隣にあったんだよね、多分ね。だびっくりしちゃった、びっくりしちゃった、自分でびっくりしちゃった。ヤクルト1000は熱の時よく飲んでたな。こんばんは、あいつもありがとう。チルド系、何チルド系ってなんだろう、なんだろう、チルド系って何、チルド系って何ですか。どうもありがとう。
なんかエナジードリンク飲まないんだよね。なんかそんなエナジーを感じないっていうかエナジーをそんな感じない、感じなくて甘いを感じるかな。あ、でも結構前にさ、前日にポジション変わってみたいな時に一回、もう夜だったから、夜公演終わりだったから、もうやばい、もう眠い、無理かもってなって、エナジードリンク買った気がする。でもあれ意味あったのかな、わかんないんだけど。ね、だからそのエナジードリンクってエナジーチャージできるって思うことによって、なんかマインドコントロールされてエナジーが出るのかなって思った。発音もありがとう。あ、そういうもの？そうか。炭酸ね。そうね。どうもありがとう。生卵飲むいつの時代の私ですか、本当に。うん、ありがとうございます。また来た、また来たよ。結婚しないです眠くない、目の調子が悪い。ロッキーかな、違いますよ違いますよ。あと、ありがとう。なんか目の調子が本当に悪くて、最近ね、最近本当に目の調子悪くて、目っていうかもう眼球の調子悪すぎて困ってますね。ロッキー知ってる、06が強い。なんで知ってるんだろう、なんで知ってんだろう。もう、そう、眼球の調子が悪い、眼球の調子が悪い。結婚しないよ。目赤くなってたのは収まった、いや赤いのは収まったんですけど、ずっとなんかもうずっとなんか、何それ。ポーションありがとう。マイクラ思い出す。
ハートありがとう。やばい、なんかさ意外とさなんかさすごいんだなって思う。なんか昇格したらゲーム機買うとか結構前に話してたの覚えてる人いますか？買わなそう買わなそう、なんか買わなそう。マイクラやってた、お兄ちゃんがやってて、てかなんかあれかも、お兄ちゃんがやってて一緒にやるみたいな多かったかも。だってデュエマとかさもそうだしさ、YouTube やらなそうやらなそう、やらなそうだよ本当に。買わなそう買わなそう。そもそも昇格するのもう少し先だと思う。いや全然、いやあのごめんなさいですけど来年とかかと思ってて、普通に普通にだから実感が湧きません。こんばんは、あざもありがとう。こんばんは。 iPhone でファミコンできるようになった。え、なにそれ、どういうこと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 。でもね、メールの返信はねみんな手のひら返しだったよみんな手のひら返しだった。なんかメールの返信ってあの28時間の2日間はもう一気に見たのね、昨日の夜。手のひら返し手のひら返しだった本当に。なんかサタンはまだだけどみたいな、サタンは関係ないと思うけどなんかもしかしてあるかもねみたいな感じで言ってた方とかいらっしゃったんですけど、もう見事にその手のひら返し手のひら返しでですね、あのサザもできると思ってたよみたいな感じで言ってくださって、まあ嬉しいんですけれども、ありがとうございますなんですけれども、 手のひら返しでしたねどうもありがとう、二度目ありがとう。でも実際なんかそんなね、なんか私に昇格って言葉を使ってくる人はあんまいなかったから今まで。だから本当になんか誰も予想してなかったんじゃない、誰もそんな言われたことなくて、昇格がなんちゃらみたいな、もうその2文字を私に使われたことあんまないんですよね。数回あったとしても、あとありがとう。だから全然本当にわけわかんなかったです。あとありがとう。でもそう、あんま言わない方がいいよね多分、あんま言わない方がいいと思う。あ、そう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 、人生お返しの連続ですありがとう、おめでとう、ありがとう。ちょっとあんま言わない方がいいよ。あとありがとう。どうもありがとうございます。昇格も完売もおめでとう、これから楽しみだね。完売ありがとうありがとう。
待ってるよん。もう自慢していいですか、本当に皆さん自慢していいですか。なんか私の女の子の応援してくださってる方もう百発百中可愛いから、みんな気をつけてね可愛いから気をつけてね、本当にサータンじゃなくてサータンファンのことをお信じしちゃわないでね、もう気をつけてね本当に。そうお返しの連続っていうのはお返しのもうお返しのお返しののもうそういうことだから、もう本当に本当にね可愛い子ばっかりで嬉しいです。なんか可愛い子がなんか私を可愛いって言ってくれてるのが嬉しい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、どうもありがとうございます。え、わかる。なんかさ、あの握手会とトーク会で思ったんですけど、レーンのさ、なんかお時間ですとか言うさお姉さんさ、なんか可愛くないですか。え、どの会場でも可愛くてさ、結構さお話ししたいんですけど、なんか絶対お仕事だからさ話しかけてもさ、なんかあれかなと思って、でもこの間一回話しかけたんですよ。ちょっと話せそうな感じだったから話しかけてみたんですよ。この間スタッフさん初めましてだったんですけど、会場のスタッフさんかな、あれ清楚だね、ありがとう。なんかめっちゃあ、そうなの、劇場もなの。いや本当にレーンの女の人本当になんか可愛い人多いんですよね。だからそのちょうど人がいなくなった時とかに、なんかなんて話しかけたんだっけ、なんか話しかけたんですよ私が。時間計ってる人かな、紙数えてる人何枚みたいな。なんて話しかけたんだっけ。あ、なんかずっとこれずっとこのレーンで作業するんですかみたいな。その時一部だったから大変ですよねみたいな感じで言ったら、なんて返ってきたんだっけ。でもなんかちょっと話せた、ちょっと話せたよ、ちょっと話したけど、なんて言ってたっけなんて言ってたっけ、なんて言ってたかな。あとありがとう。普通に思いません？なんか自分じゃない人のさ人生ってさ、なんかどんな感じなんだろうって思いません？昨日そのなんていうの、街中でさこうすれ違う人もさ、なんかお家があるわけじゃん、お家があってさ、なんか帰り道とかあるわけじゃん、なんか気になるよね普通に気になるよね。
あ、今日久々にキャベツ食べました。ちょっともう千切りめんどくさすぎて、なんかもうこんぐらいな、もう千切りじゃないよね、もうこんぐらいの縦長切りみたいな、短冊切りみたいなさ、なっちゃったんだけど食べました。前握手のスタッフさんにめちゃくちゃ丁寧に挨拶してレンから去っていく、去った、いい子すぎて惚れた。ありがとうありがとうありがとう、こんばんは、あとありがとう。で夜ご飯もね、夜ご飯も覚えてるよ。だから次もちょっと話しかけたいなって思う。でもツーショット初めてだからちょっと話しかけれないかもしれないけど、お帰りの時とか話しかけられるかな。可愛い人と話したいよね普通に。だから今日の朝ごはん何食べたんですかとかちょっと聞いてみようか。あとありがとう。こんばんは。疲れてるかもしれないから適当にね。そうだからなんか元気そうな方に声かけたんですよなんか元気そうな人、なんかそういう結構真剣にやってくださってる人に話しかけない。なんかちょっとたまに目あったりする人に話しかけましたよっか、ありがとう、いつもありがとう。12期はツーショット会初なの。そうです、初めてです、本当に初めてです。こんばんは。アイス食べたい、アイス食べたいな。でも我慢。こんなね、もう9時半だからね。私 MBTI やり直したい。 MBTI 絶対本当に変わってるからやり直したい。ありがとう、偉いって言ってくれてありがとう、みんなありがとう。こんばんは。こんばんは。そうなの？塩派なんですか？リカさん？結婚しない？結婚しない？でもなんか昨日もうあの時はもう何も見れてなかったんだけど、なんか写真流れてきた写真見てさ、本当に優しいなと思って。リカさんもあやめろさんも本当に温かすぎませんか。 K2 の先輩方温かすぎて、温かったよね温かかったよね。だってさ、まだなんか私なんてさ、アンダーもさちょろっとしか出てないし、まだ半年しかいないわけで、なんかそれなのになんか優しすぎませんか。温かすぎて合ってるよね、温かいよね。ねえ温かじゃないよなんか本当になんかもう
嬉しいです、本当に嬉しいです。なんかもう今はめっちゃもう本当に不安なんですけど、不安めっちゃめっちゃ不安なんですけど、本当にそれがさ救いですよね。先輩方がさこんなに温かく見守って、あ違う違う違う、それは違う、それ違う曲振りだ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、違いました。愛理さんに話なんちゃらとき小さい声で可愛いって心の声漏れるのだめ。え、なんで、え漏れてましたか、そうなの。愛理さんってどっちの愛理さん、もしやなんか言ってましたか、どっちの愛理さんだ。あたたたたいい配信で無礼でいい、なんかもう嬉しいですね。水谷さん可愛いって小さい声で言われてる、初アンダーの時ですかね私覚えてます、なんか可愛すぎて言っちゃったんですよね、覚えてます。私が初アンダーの時に、多分その時だと、もしかしたら他の時にも言ってるんですけど、初アンダーの時にもう廊下でもうめっちゃ泣いてたんですよ。もう私なんかすごい泣いてる人みたいになってるんですけど、あんま普段泣かなかったんですよ、もともと SK に入ってからなんか高頻度に泣くタイミングがあってこうなってるんですけど、本当に廊下で泣いてて、ミオさんとかがなんか大丈夫だよみたいな感じで慰めてくれたんですけど、しばらく経った時に愛理さんが本当に急にですよ、急に来てくださって、結構廊下にいたんですよ、もう本当に廊下にいたの。なのに愛理さんがわざわざこっちに来た時に、なんでわかんないんです、来てくださったのか何かあって来る用事があったのかわかんないんですけど、来てくださって、なんで泣いてんのみたいな、もうなんで泣いてんのって言われたらもっと泣いちゃうんですけどなんで泣いてんのみたいな感じで言ってくださって、本当になんか励ましてくださって、で励ましてくださってる中で可愛くて、顔が可愛くて可愛い泣きながら多分言ってたんじゃないかな、なんかあの時言ってた。初めて愛理さんの顔を間近で見たんですけど可愛くて多分その時のことを言ってくださったのかもしれない。本当に可愛かったです。可愛いです、可愛いしプロです。どうやったらあんなになんかステージでなんか
プロになれるんだろうって思う。だからその K2 に入ったら愛理さんの背中を見て育ちたいと思います。本当にすごい、本当にすごいです。愛理さんなんであんなにプロですか。なんか片言になっちゃった。本当にプロじゃないですか。あとありがとう。パフォーマンスが本当に上手で面白い女ありがとう。こんばんは。こんばんは。めちゃめちゃありがとう。こんばんは。マネージャーさんには無理ですって違う、それはね、パフォーマンスをってことです。もう性格はもう自分ですよ、自分ですよ、もちろん。パフォーマンスが本当に水野さんがかっこいい。うんね、だってもうリハーサルの時に昨日かな、あのチェリーセブンティーンのリハーサル見た時に愛理さんが歌い始めた時にココアちゃんと私が歌うまっもう心からもう声出ちゃって歌うまっ二人で言ってました。いつもありがとうございます。うまっ発音もありがとう。サタン顔も仕草も可愛いしダンスもめちゃ綺麗だよ。目引くありがとう。ズッキュンだ、ズッキュンズッキュンだよ。発音もありがとうね。ビューティフルのリハ、え、そんな見てた先輩、え、わかんないですね、わかんないです。本当にアイス食べたい。いやでも我慢しようね我慢しようね、これはね。ハートありがとう。でもお見送りはね本当になんかこう隣に先輩が会った時いらっしゃるじゃないですか。で横にゃんさんとかも本当にすごいなって思う。お見送り、こんばんは。サータン全然虫歯できなさそう、知らんけど。え、私虫歯ないんですよね。でなんか歯医者さんにこの間普通に通院で行ったら、初めてこっちに来てから初めて歯医者さんに行ったんですけど、なんかなんだっけ、歯質、初めて髪質とかじゃなくて歯質がいいって言われて初めて言われて、歯質がいいから多分虫歯とかできない歯質なんだよねって言われて、歯質って初めて言われてびっくりした。歯質って言うんだね。
普通にお医者さん、歯医者さん、歯医者のお医者さんに歯質いいから本当になんか歯質が、女の人なんですけど、鈴木さん歯質がいいので多分虫歯とかもできない歯質なのでみたいな言われまして、えで初アンダーの時もさ号泣してた時にさ、ね、愛理さんね、なんかもう愛理さんには助けてもらってばっかなんですけど、なんかいつか私が助けますって感じです。何言ってんだこいつ何言ってんだみたいな、後輩の分際で何言ってんだみたいなね。はい、こんばんは。笑った顔かわいいし発質良さそう。え、ありがとう、笑った顔かわいい、ありがとうふふふ、発質って言われましたね。ほら、ありがとう、どうもありがとう。え、本当にね、歯質がいいんですよ。だから虫歯ができにくいんだって、この歯質は。夢、ありがとう。画面越しでもわかる？歯質がいいんですよ歯質です、歯質がいいです歯並びも悪くないんですよね、結構。こんばんは。その歯並びは結構なんちゃらしてないのに綺麗な、なんだろう、何してる、何してる、あ、矯正、そう、矯正したことない。髪の毛も歯も矯正したことなくて。こんばんは、ハートありがとう、ハートありがとう。ホワイトニングもしたことないんだよね。こんばんは、でもまあ歯質にもね、上は、上には上がいる。はい、あ、どうもありがとう、あ、どうもありがとう、あと、ありがとう。歯質で負けてもそんなに悔しくないでしょ。もう悔しいよ、だって歯質がいいって言われたんだもん。歯質がいいことを自覚したからね、ダメでも歯質いいから。どうもありがとう。シャダンの笑顔は100万ドルの笑顔、100万ドルの笑顔、いくらだろう、100円かな。そう、歯質がいいんですよ。あ、ありがとう。でもなんか千葉県出身ってさ感じしないよね、本当に。なんか千葉県出身顔じゃなくない？どこ顔だと思いますか皆さん。なんか
千葉県出身で予想できた人一人もいないと思います。私の顔、神奈川めっちゃわかるめっちゃわかります。なんか神奈川っぽいんだよね。神奈川と、そう、神奈川東京あたりの顔してるよね。なんだろうねこれ。でも北海道側が一番なんか言われて嬉しいかもしれないね。なんか色白って感じする北海道。関東が本当にさ、なんか神奈川感がさすごくない？髪の毛、福岡初めて言われた。ほらリンタ、ね、関西なんだろうねこの違い。関西側じゃない、本当に関西側じゃないんだよね。なんだろうね、千葉側でもないそうなの、なんだろうね。SKE 出身で千葉の人いた？千葉出身で SKE の方ですかね。全然いましたよね。今は私だけなんですよ。いらっしゃいました、こんばんは。なんやねん、いけるよ。大阪の仲いいお友達いるから会うたびに習うよ。なんやねん、なんやねん、結婚してやだなんやねん、毎回習ってます。その子に会うとまた会えるんですけど、もうすぐ多分。なんやねん、なんかこう上がるんだよね。どうもありがとう、こんばんは。関西なら神戸っぽいだって。何、都会の女感がある都会な感じする。ちゃうねん、マクド行こうか。でも方言とかいいなって思う。そうなんだよね。ユニバなんだよね完全にユニバ派なんですけど、でユニバーサルじゃんってなるんですよ関東民からすると。ユニバーサルスタジオジャパンなのにユニバなんだみたいなね。千葉にも方言あるの？あるの？
全然聞いたことない。全然2度目ありがとう。ファミマ、関東はユニバです。明日制服の目公演です明日制服の目公演です。一日秋の制服の目公演ということで楽しみですね。また大きいコールが聞けると嬉しいです。そう、なんか21日はなんかいっぱいファンサーするみたいに言ってたじゃないですか。お見送りがないのかなって予想してて、お見送りなさそうな気がしてて、28時間配信なんか特に言われてなかったんですけど、お見送りないだろうなと思ってて、一応頑張りました。全員見つけた、全員見つけたよ。しっかり絶対お見送りない。なんで分かってたんだろう。だからその分ちゃんといつも以上にレスしました。でも明日はねあるから、絶対あるよね。配信だったからなかったんだと思うので楽しみですね。お見送りまでちゃんとある。で、こがちゃんともひろごさん行けるだろうし、幸せだ幸せだ。幸せだ幸せだに。なんだっけ、ダニーってなんちゃらダニーっていうキャラクターなんだっけ。幸せダニーみたいな言う、なんだっけ。こんばんは、コマさん。コマさんは違うよね。コマさんって なんちゃらコマって言うんだっけ。なんだっけ、いつも今日は特別にって前振りしてお見送りそうですよ、特別なんですからね。はい、なんかキャラクターあるよね、なんちゃらダニーって言う。ダニーっていうキャラクター何でしたっけ。多分今頃誰かが調べてくれてると思います、はい、こんばんは。なんちゃらダニーって、待って、ウサビョン、なんだっけ。待って、ウサビョンってなんだっけ。え、それ妖怪ウォッチかな、確か妖怪ウォッチかな。ウサビョンってなんちゃら何、めっちゃ懐かしい。多分妖怪ウォッチぶりに聞いたかも。ウサビョンだった、ありがとう調べてくれて。あ、ウサピョンね、やば。え、宇宙服みたいな着てるやつかな、ウサギの。なんかそんなイメージある。なんちゃらダニーって。眠いダニー的な感じ。なんちゃらダニー。え、そうだよね。うわ。うわ、いいね、いいね。いいね、いいね。こんばんは。なんちゃらダニー。サラちゃんめっちゃ妖怪ウォッチ世代だよ。でも妖怪ウォッチの鬼時間っていうのが怖くて妖怪ウォッチあんま好きじゃなかったんですけど、アニメは結構見てました。
全然覚えてないけど、それこそあれですよね、うわまた忘れちゃった、また忘れちゃった、パルルさんとかがさ妖怪ウォッチの歌歌ってたじゃないですか。まあなんだっけ、名前忘れちゃった、忘れちゃった、ほらありがとう、あニャーケイビーそうとかめちゃくちゃ世代だからね、ニャーケイビー世代え、そうだよね、なんかめっちゃ覚えてるサピオン ね、そうだよね、取り残され、そうだよね、なんかちょっとかわいそうなんだよね、サピオン初めて宇宙に行く小動物になるはずであったが実験中の不慮の事故で亡くなり妖怪となり、え、かわいそう、めっちゃかわいそうなんですけど、普通に設定がめっちゃかわいそうなんですけど、やばい時間、さっき昨日気づいたんですけど、そこに飾ってある時計が多分5分ぐらいずれてて危ないので大丈夫です。13位サータン、12位サータン、11位メロンパン、10位お星様、9位サータン、8位サータン、7位サータン、6位サータン、5位サータン、4位ベレー帽、ベレー帽じゃない、ニット帽、3位サータン、2位サータン、1位サータン、ありがとうございます、今日もサータンだらけ、ありがとうございます。好きとかけずにタタララタラタタラタラタラララランタラララランタララ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 ラ、僕は普段手紙を書きません、でも急に、でも君、でも急に君に、でも君に急に、でも急に君に手紙を書きたくなったんです、読んでもらえますか、みやみちゃんでしたね。おやすみー、でも急に君に手紙書きたくなったんです、ね、ありがとう、5月12日待ってるよ、でも急に君に、でも急に君に、でも急に君に、あ、お手紙もらった方いるかわかんないんですけど、お返し待ってまーす、ゆうねさんファンの方でした、でも急に君に手紙書きたくなったんです、でも急に君に手紙書きたくなったんですね、あと何分だろう、時計がずれてるからさ、昨日もさなんか話してたらさ終わっちゃったんだよね話してたらさブチって切れちゃってさ困ったんだよね、困った困った、手紙前回当たった女の子が返してくれたんですよ、私推しじゃなかったんだけどね返してくださって嬉しかった、だから変なとこ、え、そう変なとこで終わった、え、もう本当にさ話してたらさ終わっちゃってさ、あれーってなった、びっくりした、びっくりしました、びっくりチャンネル、もうチャンネルはもう私の中でだいぶ流行り過ぎ去ったのでもうチャンネルはね過ぎ去ってきた、早いからね流行りは、バイバイ、また明日制服の目でお会いしましょう、バイバーイ、秋田の感じてたってよくないよ、千葉の方言じゃないわ勝手に方言にし
ないでください。しないでチャンネル、ありがとう。だるまかしー。